こんにちは。今日はこういう感じの細い口のものをこう洗う時のために、細い棒の先にこうエコたわしをつけていこうと思います。ちなみにこれはこうダイソーかセリアかどっちで売られてるものか忘れちゃったんですけど、これにねケチャップを入れ直そうと思って買ってるものなんですけどね。でこうやって洗うようにね作っていきます。でこの箸はもう捨てちゃうものなんですよね。年末整理で、もう古くなったものを全部捨てて新しいお箸に、これ、エコタワシじゃないアクリル毛糸ですね。こっちちょっとね太いタイプのアクリルタワシですね。で10号で、2本取りでやっていきます。まあ、結果的にはこの2本取りでやっていってるんですけどね。これ太めのものを同じように編まれると、ちなみにここ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15編みました。まあこの辺はもうお好みの長さで、で今までこう裏返してこう裏の山に入れていってたんですけども、今回はまあ別にどっちでもいいかなと思って、今回はこういう感じの鎖編みのところ1本拾って編んでいきます。まあどっちでもいいですね。裏の山を救われてもいいですし。そうなんですよ、結果的にこの太い糸を2本取りで編んだら入らなかったね、入りにくかって口にここは巻き込んでいきますね。なので細い糸で細めのアクリル毛糸で、この全く同じ形を作られるんでしたら細めの方が良かったですね。こうやって一つ立ち上がって、ここからは巻き込んでいきます。この出てる糸をこのように、でこうやって鎖編みは普通していくんですけど、ここで、こういう感じでね、この持ち方もね、ここではこういうやり方をしてるんですけど、やりにくいなと思ったので、その動画の後半でこれと違った持ち方してて、その後半でやった方が持ちやすかったですね。一応ここも流しちゃっています。人それぞれ、こっちのやり方の方が合ってるって方ももしかしたらおられるんかもしれないし、一つのやり方としてって感じですね。でもねこれ結局いつも使わない中指でね糸を送っていってるから、結局やりにくかったんですよね、私も。なんでいつものようにこの人差し指で送っていくやり方を後半ではやっているので、そちらのやり方の方がスムーズですね。もうこの辺もめちゃくちゃぎこちなくて、イラッとされると思うんですけどすいません。こういう感じでね、指を入れてで引き抜いてで細編みをしてから 指から糸を抜くっていう方がいいですね。もう決まってから、時々ね早く指を抜いちゃって、それでもできるんですけどね。こうやって細編みをしてから、ここでしてから抜くで針を入れて指を入れてで細編みをします。細編みをしてから糸から指を抜くですね。この段はこれの繰り返しですね。最初ね1本取りで10号でやってみたんですよね。
でもなんかもうスカスカでめちゃくちゃ時間かかれそうだったので、まあエコたわしってね、私が使う分をこう今こうやって編んでいってるのを動画でお見せしていってるんですけど、まあ結局捨てるものじゃないですか。なのでそんなに時間はかけたくないなと思ったので2本取りで編んでみましたね。お箸も細いし、細い1本取りで1本で編んでいくとめちゃくちゃ時間かかりそうですね。なのでまあ1本で結構編んでたんですけどね、まあ、全部ほどいちゃって、まあそういうことたくさんありますよね私も。これもすごいカラフルな色でやったら目にもいいしね、すごいアクリルケイト100均でたくさん売ってるからやってみられるといいかなって思います。だってね、まだこういう持ち方をしてやってみてるんですけど、こういう感じね、かわいいですよね、こういうなんかひらひらになって。こんな感じで一番最後まで来ましたね。そしたらここは一番最後なんで、ここにもこう入れて細編みで、ここは一番最後なんですけどね、まあでもここまで入れなくても、まああえてマーカーをつけてないのは、まあ、まあ自分で使うっていうのもありますし、そんなきっちりしなくてもいいかなと思ったんですよね。まあ最後まで入れてますね。まあ別に落としちゃっても、目を落としちゃっても、まあ自分で使う分にはまあいいかなって思う、そういう簡単な気持ちでこうやってみられるのもいいかなと思いますね。なんか誰かにプレゼントするとかね、こう新しいお箸でね誰かにプレゼントするとかそういうのやったらこうちゃんとした方がいいかもしれないですけどね。で次の段はもう細編みを最後までしていきます。交代交代していきますね。細編みだけの段、指でこうやって輪っかを作っていく段みたいな感じで、この段はずっと細編みをしていきます。まあここは別にお見せしなくてもよかったんですけど、なんか流しちゃってますね。まあ細編みこうまっすぐいかないといけないとか、こう気をつけることもなく、もまあ、練習とかにすごいいいんかもしれないですね。こういうエコたわしを自分で編むとかいうのはね、100均で毛糸は手に入りますし、まあ、失敗してもいいかなみたいな思えるものですよね、エコたわしって。もう機能的には全然エコたわしはすごい汚れ落としてくれていいものですしね。で次の段は、裏返して針を入れて、またここでもこの編み方してますね。こうやって編んでいきます。やっぱりねちょっと持ちにくかったですね、私いつもこうたくってる指で、指じゃないところで糸を送ってるので、こういう風に輪っかになっていきますね。でもここをちょっとでもこのままやってますね。なんか間が空いて変なのかなと思ったんですけど、合ってましたですね。でこのままもう最後までこう輪を作りながらこの段も終えていきますね。まあでもずっとあえてこうやってカットせずに流してますね。私結構エコたわしをすごいたくさん作ってましたね、このかぎ針をやり始めた時は。
すごいでも練習になりますね、これは。なんて言うんですかね、まあ、こうやって何個も作りたいけど、やっぱりこう作品が増えていくじゃないですか。だからそのあるのにまた毛糸を買ってっていうのがね、すごい罪悪感があって、私は。で、こうたわしを作ってね、まあ、結構最初はね、いびつな形のヘコたわしを作っては、こう使って捨てて、でまたこうやって使って捨ててみたいな感じね。これってこう、まあ結構使ってね、予報したらもう、まあ、捨てないといけないみたいになるじゃないですか、もう必然と。なのでヘコたわしすごいいいかもしれないですね、練習に。これだと細編みをすごい練習できますし、このね、あのループの編み方もこう練習できますしね。これをずっと長く編んでね、こう輪っかにつなげても可愛いですよね。また最後まで来ましたね。いう感じで、まあね、ここはもうこの2回なんていうんですかね、このループを作る段で、まあ、終わりにしてるんですね、こういうなんか平面で編むところは。で、立ち上がり1つで終わります。で、裏返しますね。ここでね、もう今かぎ針を入れようとしてましたね。ここでね、こうやって、まあ、どうやってつけていこうかなとかちょっと考えてたんですけどね、こうただただこのね、つなげるところを引き抜きでつけてもよかったんですけど、まあひらひらさせたいなと思って、なんかちょっと寂しいかなと思ったので、まあこれも自分なんか私理由なんですけどね。なんていうんですかね、細編みでね、ここをつなげていくんですけど、こう刺しますよね。で、向こう刺して、で、ここでまた輪っか作ります。普通はね、細編みでこうつなげていったらいいと思うんですけど、輪っかとかでね、つなげたい場合はここでまたこうやってさっきやってたみたいにつなげていきます。こうやってで、針を入れて、向こうも拾って、蛇を入れて、引き抜いて細編み。これをずっと上までして、つなげていきます。これでね、外は輪っかもできるし、つなげていけるしみたいなね。まあ、一石二鳥かなと思って。でもね、なんかいろいろこう、やり方をね、まあこの方が良かったかなとか、この後にもいろいろやってみてるんで、まあ自分のご自分のやりたい、これいいなって思われることをね、これどうなんかなって思うのはもうバンバン捨てていただいて、まあ私がやってることでなんかね、参考にしていただけるものがあればいいんですけど、まあ、見てもあんま参考にならないって思うものはもうどんどん捨ててもらって、まあ、いいとこ取りっていうか、もういいとこがあるのかもわからないんですけど、いいとこ取りっていう感じでね、真似していっていただければと思います。この後ね、ここで細編みで編んでるんですけど、ここは分厚かったので、こうやってね、指入れて、でこう引き抜くじゃないですか。ここで引き抜き編みを細編みしてるんですけどね、ここは引き抜き編みにした方が傘が低く済んだかなとか思ってね、引き抜き編みのやり方もやってるんですけど、まあ、そこも動画でお見せしていってるんですけどね、やっぱり細編みだとこう傘が高かったのか、最終的に3本作ってみたんですけど、これだけ
最初にお見せしたケースに入らなかったんですよ。口が合わなかったっていうか、多分ここは傘高かったんだと思うんですよね。ここねちょっとずれてるんですよあ、ずれてないか、いい感じですね。まあこういうのもね、まあ練習って言ってもこう気をつけながら練習してって感じですね。で、でもなんか失敗してもいいかっていう気持ちはあった方がいいと思うんですけど、まあでもただただこうもうずっとずっとこう失敗してもいいかって練習するよりは、気をつけながら練習していった方が、まあ上手くなるのも早いのかなと思うので、気をつけながらこう練習していった結果、失敗してたっていうのはもうしょうがないじゃないですか。ここもねもう適当に糸始末してるんですよね私。どこに入れようか迷ってて、ここにまたね、ここでね、こうなんていうんですかね、糸を巻いていってるか余計傘が高かったのか、まあね、もともとこの毛糸がね太いので、一本の太さが、まあ、あとに2個やってる方はちょっと細めなので入ったのか、めっちゃ美味しそうですよね。あ、ワンちゃんがいびきかいてきたこういう感じです。もう入らないってここでちょっと焦ってるんですよ ね、これはねもともとすこすこだから、ボンドは止めようと思ってないですよ。よく登場するこのボンド、まあ、またここで説明しておくんですけどセリアのボンドです。でも中身は全部入れ替えて速乾ボンドを使ってますね。でまたこのね今塗ってる端、お箸はコーティングしてあるツルツルしたお箸だからね、まあ結果的にちょっと滑ったなって思うんですよね。なんていうんですかね、あんまりコーティングされてないお箸を見つけるのも難しいのかなって思うんですけど、私はね単純に木だからつくだろうみたいな感じにねこうやってつけようとするんですけどちょっと出て、まあ滑りますよね。でもなんかよくこうこういうボンドじゃなくて瞬間接着剤とかね、そういうのがいいのかもしれないです、もしかしたら。すっごいなんか美味しそうですよねこれいろんな色でピンクとかね、なんかで棒も可愛いのに変えたらすごいプレゼントとかにもいいのかなと思います。これちょっとね、まあ1回目にやったものなので、まあ、先端はね何もしなかったです。あえてまあ上で止まってくれるかなってこの時は思ってるんですけどね。あ、でも結果的には止まってましたけどね。今回はこういう持ち方をしました。こういう感じでね、中指を入れていきますね。いつもと同じ人差し指でこう糸を送りながら中指を入れて細編みしてって感じですね。今回は白とね黒をやっていきました。また雰囲気変わりますよね。これねじっても可愛いなと思ってね可愛いですよね。美味しそうそれで今度黒はちょっと見にくいんですけどね、ここちなみにね、ちょっと取れてなかったですね。引き抜きしたんですよ、さっき言ってた
細編みで閉じたところをね引き抜きしたんですよ。で今回はねこの先端の部分もこうやってみましたね。ここも輪っかを作ろうと思ってねで同じところに、まあ、入るところですよね、こうやって入れて、うん、それでもね結構なんかお箸が細いのでまあ抜けちゃったりしたんですけどね、まあ、抜けるんだったらもっとそこの先をね、先みたいにちょっと抜けるんですよね今もうどうなんだろう、まあ潔くボンドで貼った方がいいんですかね。まあここはね何回かこう入るところに入れて輪を作ってっていうのをやりましたね、しつこくあら指入れてないですね、こういう感じで。うーん、まあこうやってでもね、あ、ここで完成しました。うん。で引き抜いて、まあ適当なところで、まあ黒だし、まあ目立たないかなと思うので、こういう感じで、ね、太い方はこれぐらいなんですけど、ちなみに細いアクリル毛糸はこんな感じでね。同じアクリル毛糸でもね、いろんな細さがあるから、どうですかね、お箸のね、お箸の太さはそんなに変わらないと思うんですけど、まあ、同じ感じでやられる場合は、ちょっと今から、これ入れてみるんですけどね。まあ、使うものにもよりますよね。私はこれを洗いたかったので、洗えるエコタワシが欲しかったので、これをね、これは入るんですよ、こうやって。これはね、白を使ってるんですけど、同じ太い白を使ってるんですけど、黒がね、細いのしかなかったから、細い黒を使ってるんですよね。じゃあ入るんで、でも最後のね、閉じるところの細編みがまずかったかなと、真っ白の方ですね。これも入るんですよ。引き抜き編みでね、閉じたので。なんか何かこう見やすいのあったらいいんですけど、糸選びのここがねちょっとまずかったかなと思ってね。まあね、ここで使えなくても、まあ年末の掃除でね、ガラス窓の溝とかね、そういうとこもこう水つけて使っていけるんじゃないかとか思うし、何回もこう入れたくなるんですよねこういう感じで可愛くできました。なんか見た目にも可愛いですし、プレゼントにも向いてるんじゃないかなって思うし、練習にも向いてると思うので、ぜひぜひ、たくさんいろんな色で楽しまれてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。